はい、皆さんこんばんは。今日は以前から言うてた、ともちゃんがね、のところからねいただきました、深瀬果樹園さんから、購入したラフランスが届きました。これリンゴとかもリンゴサービスで入れてくれるんです。嬉しいですね。ようさん入ってますね。めっちゃあるで、これすげえ。ラフランスちょっとね、めっちゃある、すごいある。ほらこんなにある、すごいぞ、こんなにある。よいしょ、ようさんある。まだある、ほらすごい。うわ、まだある、まだある。俺ね、皆さんね、ラフランス食べたことないんですよ。うわすごいある、まだ入ってる、ようさんあります。めっちゃある、めちゃくちゃあるわ、はい、ラフランスすごいある。これめちゃくちゃあります、すごいあります。これ、うわようさん入ってた。あ、しまった、数えの忘れた。ようさんあります。でこれね、深瀬果樹さんのところで、こんだけで3400何もでしたね。すごいですよ。で今はね、食べたら硬いらしいです。でまあ聞いた話によれば、硬いのも好きな方もいれば柔らかいのも好きな方が言ってますと。で食べ頃はね、書いてたのは今月の17日頃食べたらめっちゃうまいらしい、はい。でその時は柔らかくなってるみたいですね、はい。だからね、硬いままがいい人はこのまま食べてもいいんじゃないですかね、はい。ほんまありがとうございました。リンゴまでサービスしていただきましたね、ともちゃんで、ゆう先生、ワンチャンネルさん、ありがとうございました、はい。それでは、ラフランスね、食べてみますね、はい。ありがとうございます。ももちゃん最後サービス買ったももちゃん、はい。ということで、ありがとうございました。美味しくいただきます。リンゴも入れておきます、はい。ありがとうございました。いただきます。